あ、すいません、あの、じゃ、それでは、あの、時間を過ぎましてるので、ちょっと遅れましたことは申し上げます。それではこれからですね、中国からいらっしゃいました3人の学者の先生方にお話を伺って、質疑を行うセッションに入りたいと思います。皆様のお手元に、若干の略歴があるかとは思いますが、一番右の方からですね、金三英さん、中国人民大学国際関係学院副院長でいらっしゃいまして、まあ、中国を代表する国際政治研究の第一人者ということで、政権の中枢にも近いという話も聞いておりますので、まあ、中国の現在の外交方針も含めてですね、お話をいただきます。基本的に18党大会以来の中国の外交方針及び米中関係についてお話をお伺いします。真ん中の武将華先生は、朝鮮半島のご専門家でいらっしゃいまして、中国の北朝鮮在日也曾经在这个就平壤的这个就使馆也待过的这个外交官，也会介绍一下这个中朝关系等的问题。还有我旁边的一位是王新宇老师。日本名古屋大学とか新潟大学等で留学されまして5年間ぐらい日本にお住まいになったそうです。日中関係のご専門家ということで日中関係についてお話をいただきたいと思います。最初にそれぞれお話をお伺いして、その後質疑のセッションに移っていただきます。それではまず金先生の方からお話をよろしくお願いします。首先由金老师介绍情况好不好。谢谢板东先生。はい、板东先生、非常高兴有机会到这个ありがとうございます。今日は記者俱乐部跟大家交换看法。記者クラブで意見交換できることを嬉しく思います。今日お準備しておりますタイトルですが、今日お話ししたいのは18回大会以来の中国の外交の理解ということです。也就是习近平做中共中央总书记之后，習近平总书记に就任してからの外交の特徴ということになります。我首先要强调一个情况，就是中国外交界啊，现在非常的多元化。中国外交界というのは多元化しているということです。さまざまな問題にさまざまな見方があります。そして私は私個人の意見ということです。ご参考にということです。また中国の外交というのは連続性もあります。変化もあります。変化についてお話をしたいと思いますが、まず連続性についてお話します。これはアジアの国家の特徴でもあります。日本もそうです。新しい政府、新しい指導者が就任しても連続性はあるということです。新中国が49年に設立されまして、そして変わらないこともあります。中国の国家利益が変わらない、国益が変わらないということです。まずは主権と領土の保全、これは変わりません。またもう一つは近代化された国家になるということを追求するモダナイゼーションです。近代国家になりたいということ。西方过去500年，西側は能够脱颖而出，超越于非西方，因为它实现了现代化。大きく変化をし、そして近代化を遂げてきました。工业化的关键就是大机器生产。那么日本这100年来能够超越中国，そして日本は100年の間に中国を超えました。非西方180多个国家当中脱颖而出，也是因为日本实现了现代化，日本がまず先に抜き出て制造业的技术，掌握了大机器生产。那么新中国呢是成立啊，到今天也一直追求一个目标，叫 modernization 现代化，就是取得制造业的能力，掌握大机器生产的技术，这是不变的国家利益。第三个就是国家利益要保持政治稳定，从中国人角度看，没有政治稳定就没有发展的前提。所以这是我们中国不变的三个国家目标。これが中国の変わらない3つの国益です。これは主権、それから領土保全、そして近代化、另外就是それから政治の安定です。もう一つは我们有几个原则，いくつかの原則というのが変わらないものとして中国にはあります。那我就
不依赖这个，我接着讲啊。那么，下面我讲讲，就中国有几个原则啊，也是不变的。第一个就是和平共处不相干的，这是1954年周恩来总理和印度总理林赫鲁先生共同提出来的。那个就是总的精神，就是中国希望在意识形态不同、文明不同的社会当中，大家接受一个东西，和平共存。那个不要希望用一个原则压倒别的原则，所以 coexistence 和平共存，这应该是中国的一个基本原则。另外一个就是保持中国的国家独立性 independence。 那个任何国家啊想干预中国的内政，中国都是很反感的。那第三个原则不变，就是中国永远不干涉别人的内政。中国不希望别人干涉我们，当然我们也不希望我们也 thank you, thank you. 中国もそれを希望しておりません。ありがとうございます。那么第四个呢，就是中国啊希望国际社会有一个基本的公正。基本的に公正であるということ、公正とは何かというのは、西側一方的な定義ではないということです。西方也讲公正、西側も公正ということを言っています。ジャスティスです。你得清楚。しかし、就是 what kind of justice？ どういったジャスティスなのか？什么样的公正？どういった公正なのか？どういった国際法なのか？どういった定義？これは一方だけの定義では正しくないということ。どちらも受け入れることができる公正でなければならないということです。これは誰が中国のリーダーになろうと変わらないということです。基本原則として変わらないことです。49年からもう60数年経っていますが、変わっておりません。しかし中国でも変化はあります。もちろん内政も外交も変わっています。大きな変化というのは、鄧小平の改革開放でした。自78年底11届三中全会から11次三中全会の後から今まで、鄧小平は外交というのは以前の前毛沢東の時代とは5つの違った点を挙げました。まず脱イデオロギーです。そして英語ではここに書いてあるように、就是把这个意识形态 ideology 意识形态我给它去掉，去意识形态化，这是一个。毛泽东时代我们中国外交啊，driven by ideology， 就是意识形态特别强烈，是吧？听到邓小平时代那个 D。そして鄧小平の時代にはイデオロギーから脱するということ。これが大きな変化でありました。それから第2弾目は経済優先です。外交は発展のために奉仕をするという考え方です。もう一つは非同盟です。毛沢東時代は同盟外交でした。しかし鄧小平時代の外交は非同盟ノンアライメントとなりました。第4番目、中国は西側が主導とする国際社会毛泽东时代中国呢参加过东方，就是苏联领导的国际社会。后来跟苏联的关系不好了，所以我们保持有一段时间有一点自我孤立。但是邓小平开始呢，我们进入到国际社会。最后那个第五个变化就是中国非常欢迎全球化。中国の外交としてはグローバライゼーションを歓迎するということです。30年前ですが。改革開放によって変化してきたことです。そして今日習近平主席の時代となりました。また変化が起きています。2014年11月28日29日、習主席は中央外事工作会議を開催しました。目標としては中国の特色のある大国外交を行っていくということです。この目標というのは2つの意味があると思っています。一つは中国外交のミッションが異なっている。これは鄧小平時代と異なります。鄧小平時代は発展のための外交でした。習主席の外交というのは発展のため、もう一つは民族の復興のための外交です。目標が増えました。もう一つ、この中国の自分で決めているセルフアイデンティティ、自分の地位が位置づけが変わったということです。
应该讲在整个邓小平时代我们中国的自我定位就是地区大国 Regional Power 但是呢随着构建中国特色大国外交的目标提出中国的自我定位就转向为世界大国 World Power、嗯、另外呢这个习主席在同样在14年11月28、29的外事工作会议上提出来肯定要构建一个合作共赢的新型国际关系と Win-Win の新型の国際関係を作るとしました現在に至るまで西側が主導する国は非常に強いゼロサムゲームを繰り広げております这个整个过程还是西方主导そして全ての過程を西側が主導していますそして中国はこの情勢を変えていきたいこれはウィンウィンのシチュエーションにしていきたいということです另外这个習主席もう一つ習主席が提唱した目標というのは人類の運命共同体です with shared future就是有共同未来的一个共に未来を持つ一个人类社会そしてこれが人類社会であるということです和新的自我定位的大きな目標そして自己の位置づけが変わったということで習主席は具体的な目標を持つに至りました他提出了要实现中国梦それはまず中国の夢を実現するということこれは世界の夢とも通ずるということです中国の夢とは何かと言いますと18大会から共産党共産党の18回大会の報告の中で2つの100年目標というのがあります中国共産党100年の時候中国要实现全面小康中国共産党の2021年共産党の100周年の際に那么我们中国的人均 GDP 要超过1万美元现在看的这个目标是可以实现的啊因为15年我们已经是8000美元今は8000ドルとなっていますので1万ドルは問題ないかと思います我个人估计到了2021年我们中国的人均 GDP 大概在12000美元左右12000ドルに GDP は達しているかと思いますこの100年目標は問題ないとそれから2049年新中国100周年の際に中国では先進国の仲間入りをしたいということですそして一人当たりの GDP は3万ドルに達するという目標ですこれも中国の夢でありますこれは実績な指標ですではもう一つ世界というのはどういうことかというと、もちろん大きな経済のチャンスだと考えています。そして2049年の GDP は3万ドルになる。これは実現可能かと思いますが、これからアメリカの3倍の中産階級。GDP に全体で達するということそれからミドルクラスが10億人になっていくということですもちろんアメリカは今最大の市場でありますけれどもアメリカのミドルクラスの最大の市場です最終製品の市場でありますその頃には中国は10億人の中産階級がいるということですでは全ての製品を中国で見つけることができるそしてチャンスもある利潤もあるということですこれが中国の夢そして世界の夢のリンクですまたもう一つアメリカと新型の外交関係を作っていきたいということですもう一つはこのグローバルなパートナーシップネットワークを作りたいということです新中国の外交は一部は変わらずそして一部は変わってきています重大な変化は2回ありました鄧小平同志の改革開放の時代ですそれから18大会以来の習主席による変化です今天我们中国外交呢有六个部分构成的第一个部分呢还是与主要大国发展稳定的关系主要の大国と安定した関係を発展させるこれはビッグパワーディプロマシーというふうに言っていますもちろんアメリカ、ロシア、EU、日本が入っています時々ブラジルも含めているわけです2番目の中国外交の一部はこれは周辺外交になります英語で言いますとネイバーフードディプロマシーですもちろん日本もこの周辺外交の中に入っています日本に関しては少し中国から見て複雑な部分がありまして大国でもあり周辺国でもありますそして
3番目は発展途上国の外交です。これは日本はあまり馴染みのないかもしれません。ただし、開発援助という言い方で馴染みがあるかもしれません。もちろん中国がとりわけ途上国を重視し、特に突出していると考えています。4つ目の外交としては、これは国際機関の外交です。あるいはマルチのプラットフォームでの外交というふうに私たちは言っています。そして5つ目はパブリックディプロマシー、公共外交です。目的は中国のソフトパワーの向上です。今までの30年中国のハードパワーは著しく増してきました。しかし対してソフトパワーの身長は非常に遅いわけです。あまり伸びていません。ですから今新たな概念としてパブリック外交を提唱しましょう。具体的な取り組みとしては孔子学院の設立です。今500箇所の孔子学院がございます。もう一つの組成部門、これは中国外交として積極的にグローバルガバナンスに参加していく、関与していくということです。それまでも中国もグローバルガバナンスに参加しました。例えば PKO活動、さまざまな国連プラットフォームでの援助活動がそうでした。ただし従前に比べますと、やはり日本アメリカよりは劣っていたというふうに言えると思うんです。しかし中国は今決心をしました。グローバルガバナンスでより良いプレゼンス、パフォーマンスをしていこうというふうに考えています。昨年2015年の中国の外交に大きな変化がありました。それは国の政策レベルでから中国独自のグローバルガバナンスという言い方を提起しました。昨年の9月も、9月に国連大会が開かれ、習主席が出席しました。演説の中で系統だった中国のグローバルガバナンスの考え方を述べました。個人的に私はこう理解しています。中国のグローバルガバナンスとアメリカのグローバルガバナンスの間に4つの違いがございます。1つ目が、中国のガバナンスは必ず国連中心のものとなります。アメリカのグローバルガバナンスは同盟国あるいは同盟システムを中心としたものです。中国のグローバルガバナンスの中心は国連です。国連を中心に据えています。アメリカの方は同盟システムに中心を据えています。これが一つ目。もう一つは、中国のグローバルガバナンスのテーマが永遠に開発成長をテーマにします。つまり発展していくにはまず人々が食べるに足りうる状態にしていかなければなりません。またアメリカの方ではセキュリティ安全保障が第一になっているはずです。3つ目としては、やはりグローバルなパートナーシップのネットワークを作っていこうということです。このネットワークの中ですから、みんなの地位は平等です。今既存のアメリカの体系というのはランクがございます。ハイエラルキーという等級制であります。アメリカが既存のシステムの中でナンバーワンです、トップです。もう一つはの特徴は、アメリカの既存の体系というのはイングリッシュスピーキングです。英語圏が中心です。イギリス、カナダです。もうこれが2番目のランク。3番目は同盟国が位置づけています。日本もそうですね。で、4番目の各ランクはパートナーですね。タイ、ブラジル、これは4つ目のランクに位置づけられています。たくさんございますね。5つ目のランクが、これはやっと中国が入りました。これは戦略的なライバルという意味での5つ目です。もう1つのランクがございました。これはロシアを指しますけれども、戦略的な競争の相手です。そして7つ目のこのランクの国が入るのは北朝鮮、シリアのアサド政権、ISIS、イスラム国、
等のあるいはアルカイダもこの7つ目のランクに入ってきます。8つ目のランク、これは最も気の毒なランクですけれども、忘れ去られた隅っこのものです。インドの最も身分の低い人アンタッチャブル、ピープです。あるいは南米のハイチ、あるいはアフリカのソマリア、なかなかアメリカが相手にしてくださらないわけです。ですからランクはないと口では言うんですけど、実際はランクがあったんです。日本は実は一説によると極東地域のイギリスになりたいという願望をお持ちだというふうに言われているんですが、これはおそらく不可能だと思うんです。アングラサクションの血統ではないのでではないわけですので、第2位に格上げすることはおそらく難しいんです。ですから中国のネットワークの継承というのは国は大小問わずに平等で付き合っていくということです。ですから習主席はいろんな国を訪問するんですけれども、この理念を体現しています。いろんな国と戦略的なパートナーシップを提携しています。おそらく今年になると100カ所の国に上ると思います。もちろん国によって戦略的な必要性が違うかもしれません。ただ法律的なこの等級は同じです、平等です。最後のアメリカとの相違点ですけれども、中国は内政不干渉、内政に立ち入らないというのを原則にしています。アメリカの既存のシステムでは内政に干渉します。しかも内政干渉にはそれなりの理屈があると主張しています。人権を第一に考えるとアメリカは述べています。アメリカ、中国においては2000年以前に伝わってきた孔子の残した哲学を信奉しています。己の必要でないものは欲さないものは他人に押し付けないというのを哲学にしてきました。ですから私たちは今ようやく国際社会に参加しているんですけれども、まだゼロですけれども、蓄積はゼロですけれども、これからを待たなくてはなりません。検証というもの、ただ少なくとも最初からの理念の設計はアメリカと大きく違っています。習近平主席の世界の戦略について私の個人的な理解を述べたいと思います。その一つがメディアでも多く取り上げられているんですけれども、一帯一路、ワンベルト、ワンロードイニシアチブというものです。西側ではこの一帯一路を戦略というふうに称しているんですけれども、中国は好んでイニシアチブ、提唱というふうに言っています。これは習近平主席の世界戦略の一つです。中国がセンターにあって西をロックウェストを見ますとヨーロッパになります。アフリカになります。そしてアジアとコネクション、フィスカル、物理的な連結をしていこうという考え方です。中国語の中で相互連結という言い方があります。相互に連結してアフリカ、ヨーロッパ、アジアと一つにつながる、タイアップしていくということです。これはロックウェストの戦略です。もう一つの戦略があります。東を見る、これは FTAAP、 FTAAP という戦略です。アジア太平洋自由貿易です。貿易投資を通じて南半球、北半球、すなわち欧州、オーストラリアなどと一つにしていきたいと思っています。もちろん海上のシルクロードもあるんですけども、より多く言われているのがこの陸上の一帯一路になります。ここからはですね、中国の外交が直面しているチャレンジです。最初に挙げなければならないのがやはり台湾問題です。中国は私が思うにはスーパーサイズの極めて大型サイズが大きい国です。日本の26倍の国土、人口は日本の11倍ぐらいです。ですからいろんな意味でスーパー大型の国です。ですから主にこうしたチャレンジというのは本国内部から来ているものが多いです。さらにですね、補足したいんですけれども、人口が多いというのも大きな要素です。また中国の今工業化、製造業のレベルが上がりました。ぜひ日本の皆様
にお伝えしたいと思うんです。中国の今の工業化を見る視点があっていいと思います。主要的原因是日本从西方学到了工业化的技巧，中国学到了工业化的知识。日本から工業化の技術、知識を学んできました。その後、中国は非常に愚かな工業化を進めました。そして、日本は工業の国、中国は農業の国という実質ではありましたけれども、日本は西の国から、この工業化を学び、そして、また、工業を日本から学ぶ、しかし農業を進行するということを行ってきました。しかし中国は今工業化が進みました。また工業化の規模も人類の歴史上最も大きな規模となりました。工業化の基礎というのは製造業です。製造業というのは工業文明の基礎です。そして最新のデータをお伝えしますが、2010年中国の製造業の GDP はアメリカを超えました。世界一となりました。2015年、これはアメリカ今アメリカの 150% となっています。 GDP 工業の GDP です。これはどういうことかと言いますと、去年2015年中国の製造業 GDP はアメリカ日本を合わせた額になっているということになります。これが基本的な数字です。また工業の中心が製造業です。そして西側がなぜ栄えたかというと、工業を掌握したから。日本もその通りです。また中国も今このようになっています。中日関係の基本的な力関係が変わっています。そして中国はもともと中国工業プラス農業の国でありましたけれども、今人類史最大の工業国となっています。システムが変わりました。そして中国は人類があり得る全ての工業体系を備えるようになりました。このため基本的な事実としては、总体国家规模加上我们强大的工业能力，使得中国啊，可以这么说，当今世界中国は現在の世界の中でいかなる国も、また国のグループも中国を任すことはできない状況になりました。中国の一番大きな敵は中国自身です。中国人自身が中国人を倒す、あるいは分裂させることができるということです。中国人来讲呢，我们的最大安全挑战永远是内部问题。内部の問題の中に一番のセキュリティの問題があります。もう一つは台湾問題、そしてもうその次に外交問題となります。将来台湾問題は面倒なことになると思います。今民進党政権となり独立意識が強くなってきています。台湾問題というのはこれから条約問題となります。もう一つの問題は中米関係です。私の学術的な背景は中米関係の研究です。少し複雑なことになると思います。問題も多くなると思います。中国の2番目のチャレンジはこれです。もう一つは周辺国家、日本も含めてということですが、中国はこれだけ大きな国であり発展の速度もこれだけ速いということです。周辺国家はこの心の中で緊張感、それから影を感じるということになります。これが問題を巻き起こすわけです。もう一つ、以前になかったこのセキュリティ問題、テロですとか気候変動、それから麻薬の問題、海賊の問題、こういった問題をすべて合わせるとアザーズ4つ目の問題となります。私の中国の外交に関していくつかのチャレンジということで、こういったことが考えられると思います。これが個人的な過去4年ぐらいですね、18大会以来、習近平主席の政権になってからの自分なりの考え方です。以上が私の発表となります。ありがとうございました。では私の同僚から次にまた報告をしていただきたいと思います。それでは続いて具象華先生。好的，那么于少华老师请讲。啊，谢谢主持人。ありがとうございます。私もこちらに来られて大変嬉しく思っています。では今回日本に訪問して
った今回のオーガナイザーの提言に従いまして、私が準備したテーマというのは中国の朝鮮半島政策ということです。これもまた日本の方、多くの方がご関心をお持ちの課題かと思います。そしてこのタイトルで準備する際に、99年の時に非常に幸いなことに日本の外交这么一本期刊的这个という雑誌邀约吧，刊行物是一篇关于中国对朝鲜半岛政策的这个朝鲜半岛政策という記事を書かせていただきました。这次准备这个题目的时候，今回このテーマを用意した際に、この文章をまた引っ張り出して見てみました。これだけ時が経ちまして、中国の朝鮮半島政策というのはあまり大きくは変わっていません。基本的な内容、原則というのは以前と同じです。我觉得这个里头可能基本的一些基本组成的要素啊，可能包括这么。というのがありまして、いくつかあるかと思いますので説明をいたします。まず朝鮮半島の南北双方に関して、中国は同時に友好関係、協力を発展させたいと考えています。北朝鮮に関しては従来からの友好関係、また韓国に対しては中韓の間での戦略的なパートナーシップを構築したいと考えているということです。同時にこの2つの関係を発展させたいということです。第2番目、重要な内容としては、半島の現状、歴史から考えまして、この発展のビジョンから考えますと、やはり南北の統一の問題は非常に重要で、避けることのできない問題です。中国も数十年一貫して、また明確に朝鮮半島の自主的な平和の統一を支持すると明示しております。またもう一つ重要な内容としては、ここ十数年、20年、北朝鮮の核問題というのが今までエスカレートしてきております。今に至っています。これがこの中国の半島の非核化に対する政策というのはもちろん注目を浴びていますが、これを望んでいるわけです。そして日本のジャーナリストの方々もよくご存知かと思いますが、中国は3つのことを堅持していくということを行っています。これは朝鮮半島の平和安定を維持する、もう一つは朝鮮半島の非核を維持したい、もう一つはこの問題に関しては対話協議を通じて解決をしてもらいたいということを堅持していくということです。これが基本的な内容です。そして次に他の切り口から見てみたいと思います。今の外界から中国の半島政策に対してさまざまな疑念が寄せられています。そしていろいろ論調がありますので考えてみました。そして中国の半島政策というのは非常に理にかなったものだと思っています。これは中国の国益にかなっているとともに、また周辺国家、これは朝鮮半島の南北も含みますが、そういった国々の根本的な長期的な利益にも合致しているものだと思っています。しかしここ数年、中国の半島政策に関してはさまざまな論調が出てきています。そして典型的な言い方として3つ挙げてみたいと思います。まず第一に典型的な言い方、言われ方ですが、中国政策が失敗したと、中国の政策失敗論です。中国の半島政策が失敗したと、なぜかというと北朝鮮の核問題が悪化しており、地域情勢が絶えず緊張を増しているということです。中国政策失敗論、中国の政策失敗論というのは、この原因を中国が北朝鮮の挑発を容認してきたからと言っています。しかしこの結論には無理があると思います。というのは、中国は独自で北朝鮮問題を解決する能力はありません。そして北朝鮮問題の原因というのは米朝の対立、また南北の対立から来ているものであります。
また同時に我们也知道就朝核问题もう一つ北朝鮮の問題の解決の進展というのは段階的な進展を見てきました。しかしその後また停滞をしその後後退をしています。この原因ですが中国にあるわけではありません。またさまざまなステークホルダーが関わる北朝鮮の核問題を解決するためには各方面が力を合わせる必要があります。中国の努力だけでは解決はできません。従いまして所谓中国政策失敗的同时，中国政策が失敗したという言い方に関しては同样就是作为直接相关方的関連する国、アメリカ、韓国、こういった国々も自分たちの政策に間違いがなかったか考えるべきだと思います。もう一つ典型的な中国の反動政策に対する分析ですが、中国責任論というのがあります。中国是不是在这个半岛问题上、在核问题上负起责任了？我觉得中国是可以非常坦然地说，我们又有建设性的态度，又有实际的行动。非常に建設的な態度を取りつつ、実際の行動を持って推進してきたからです。北朝鮮とアメリカの対話の促進から、その成立の促進から、中米朝の三者会談から六者会談の開催まで、中国の努力は誰が見ても分かる通りであります。最近ですね、この北朝鮮の核開発問題の解決のソリューションとしてダブルトラックの発想というのも出しています。ですから中国が責任を取っていない、負っていない、あるいは中国にですね、責任を取らせるような仕組み取り組みというのは理にかなっていないと思います。もし本当にそのようにしようとした人がいるとしたら、それは中国が北朝鮮に対して致命的な一撃を加えることで、何らかの解決を図りたいという意図になります。そしてワンアクションで北朝鮮の問題を解決したいというような考え方が一部にはあるわけですけれども、実はこれはですね、国連の決議の精神、あるいは中国自身の外交原則に基づくやり方であります。そのようなやり方は中国自身の利益にもかないません。なおかつ実際の現状、現実に合っていないものでもあります。ですから現実的なやり方としては、やはり対話を促進する、そして徐々に圧力を加えていくということだと思います。ですから一言、みんなが責任を取って、みんなが力を合わせて推進していくというのが解決だと思います。3つの批判がございます。中国の強硬な姿勢、中国強気論という批判があります。韓国あるいは日本の研究者とよく交流をするんですが、よくこのように聞かれます。中国の最近の政策を見ますと非常に強硬的になってきて、いますよねというふうに聞きます。中国強硬論、これは往々にして南シナ海問題あるいは徴用工問題に現れているような中国の立場の表明あるいは批判の言い方を見ますと、このようなイメージを持つのかもしれません。とりわけサードの配置が決定されてから、ますますですね、このような強硬、中国強硬姿勢論の批判が高まっているように、思います。つまり中米中韓の間に立場の衝突が非常に明らかになってきています。
実はサードの問題にしても、あるいは他の問題にしても、中国のこのような強い反応というのは、自分自身の戦略的な利益が脅かされる、あるいは脅かされそうになっている、セキュリティの利益が侵害されようとしているときに、やむを得ずにこのように表明したわけです。ですから、これは、受け身の反応の結果だと思います。サードにまつわる一連の動きも、このような解釈が成立すると思います。このような状況を見て、やはり中国としては力強いリスポンスをしなければならない。そのように考えて非常に自然だと思います。つまり、強い意志で、冷戦の時代の発想のもとで、あるいはミスジャッジのもとでなされた決定、なおかつ有害な決定に対して中国は強い姿勢で反応しなければならないわけです。最後に なりますけれども、中国の対朝鮮半島の政策が私のテーマですけれども、非常に連関性があって変化が少ないということを冒頭に申し上げました。もちろん情勢の変化とともに具体的な対応のあり方に変化する可能性は全くないわけではありません。もちろんこれは私一個人として一学者としての分析の域を出ませんけれども、私はそのように考えています。もし、対応の変化があるとすれば、いくつかの可能性があると思います。挙げてみたいと思います。まずその一つとしては、まず非核化の立場は、これは永遠に変わりません。変えないと思います。今後も引き続き厳格に国連の関連決議を履行していきます。なぜこの点を申し上げたかといいますと、今多くの方々、あるいは多くの分析は、中国が今アメリカ、韓国と立場の衝突対立があります。ですから、もしかしたら中国がこの北朝鮮の核開発に断固反対の立場に若干の変化が出てこないかという観測があります。あるいは中国は朝鮮を切り札として、北朝鮮を切り札として使うのではないかという憶測があります。私はこれはないと思います。このような憶測は100があって一理なしだと思うんです。強い姿勢で北朝鮮を押し付ける、あるいは抑えるというのは、かえって事態のエスカレーションを招きます。ただし、実際問題として中国が全くアメリカ、韓国と同じようにする、あるいは中国が北朝鮮を切り札として使って出てくるというような観測というのは、非常に建設的なものではないというふうに思います。2番目にですね、中国は朝鮮半島の非核化という立場を堅持しつつ、と同時にこのサードが韓国に配備されることによって、周辺の戦略的な環境、あるいはセキュリティ上のリスクにおいて若干の変化が出てくる。この点については注意深くなっていくと思います。すなわち、中国は北朝鮮の核問題によって、中国自身にとっての潜在的な脅威というものに注意しつつ、アメリカがアジア太平洋地域に戻ってきて、そしてこの地域の軍事同盟の協力を強化してくる、あるいは新たな軍事配置が出てくる、軍事配置のレベルを格上げをするなど、現実的な脅威についても注意深くしていかなくてはならないと思います。ですから、中国は努力して北朝鮮の核問題の解決に
これまで同様力を入れると同時にアメリカの圧力あるいは中国を取り巻く環境の変化により注意していくことになると思います。最後ですけれども現在の情勢に鑑みて朝鮮半島で軍事衝突あるいは戦乱が起こる可能性というものですが、おそらく以前よりは増してきていると思います。ですから中国にとってこのようなあるかもしれない戦乱に対応する備えるあるいは国の安全利益を守るためのいろんな準備をする必要があります。また軍事衝突によって核安全災難起こるかもしれない核从战略安全的角度出发安全災害についても非常に注意して不陷入以美日韩为一方以朝鲜为另一方的这种深度的长期的这种乱局。アメリカ日本韩国がワンサイド因为现在有些分析认为就是说北朝鲜を中心としたもう一つのワンサイドというような構図が構図が現れないように注意する必要もあると思います。もちろん冷戦はまた起こるとは思いません。しかしアメリカ韓国の政策の選択肢あるいは今後選択されるかもしれない事態を思いますと、中国は今からさらに慎重にどのようにこのようなさっき述べたような混乱の状態に陥らないようにしていく、そしてよりよく自分の利益戦略的な利益と安全保障の利益を守っていかなくてはならないように思います。もちろん最後に強調したいのですが、北朝鮮半島問題において核問題において中国はこれまでと同様基本的な原則を変えません、堅持します。また頼みなく引き続き地域のために話し合いを通じて根本的な抜本的な問題の解決を図っていく、そのための中国の努力をしていくということです。以上が皆様方と私の見解を共有させていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは最後に大瀬先生から日中関係をお願いします。最後由王老师来介绍一下这个当前的中日关系。谢谢主持人。ありがとうございます。非常愿意和大家共同分享一下我关于中日关系的一些看法。私が考えてきた日中関係に関する考え方についてお話をいたしたいと思います。恢复邦交正常化已经三四年左右。中日関係はこの国交正常化44周年を迎えています。そして10年ずつ。比如说我们这种ずつの時期があるかと思います。国交改正正常化が行われたのが70年代でした。そして90年代の初めまでは蜜月時期でした。その後摩擦が起きました。摩擦の時期です。そして今日ここ数年の発展から見るとこの時期は安定関係を探索している時期であると言えると思います。今日の発言の中で3つの内容を用意しています。1番目はなぜこの安定関係を探っている時期であるかということです。この理由を述べたいと思います。2番目に現在の中日関係の特徴について、第3番目に私の考え方、そしてこの構想を話したいと思います。現在この時期というのは中日関係においては安定関係を探っている時期であると言えます。2つの原因があります。まず中日の双方の国家戦略、外交戦略、外交戦略という面から見ていきたいと思います。中日双方はまず国の戦略、外交戦略としては中日両国はすでに和对方的关系非常稳定的，そして相手の関係というのは非常に安定的に国家戦略の中で取り入れ、そして予測をし評価をしています。外交文書の中でも例えば対中政策などの方向性が見ることができます。そして日本のこの外交
文書の中では脅威警戒疑念というのが主たる論調となっています。もちろんアメリカのアジア太平洋戦略、そしてリバランスの戦略、またアメリカのこの戦略の重心が移っているということも影響しています。こういった形で対中政策の基本的な戦略は安定しています。そして中国は今新型の大型の大国関係、それから運命共同体の思想があります。そして理念としては衝突しない対抗しない相互尊重するウィンウィン、そして親善と包容力というのはあります。そしてこういった中で各国としてはこの適用する時期というのがあるかと思います。適用に必要な時期というのがあります。中日関係には地政学的な構造的な矛盾というのがあります。そして中国の対外政策に対して日本は今適用しつつある時期にあると言います。そして双方の政策の作用というのも対外戦略によって決まってきます。中日双方がお互いの外交政策として安定した状態に今はあります。そして対外政策の中で中日関係というのはもちろん一番重要な関係の一つであるとしています。そして中国は日本との関係を最も重視しており、友好関係を模索しています。しかし先ほど金先生からのも発言もありました。2013年、当時中央の外事工作会議の中で新たな構想が出されました。この中で変化がありました。もともと大国ということを強調していたわけですけれども、その際に周辺外交をしっかりやろうという方向になりました。この工作会議があり、そして周辺運命共同体というのと、また包容力のある外交関係を築くということ、そしてお互いに互恵関係のある協力コネクティビティを作るということに変わってきました。そしてこういった理念が変わったということで、周辺外交というのを大国関係の前に置くことになりました。したがって日本は中国の隣国であります。そして周辺国家でもあります。大国でもあります。そういったことから分かりますように、中国は日本との関係を最も重要な二国間関係であるというふうに見ております。これは変わることはありません。重要性は増すばかりです。しかし相対的に日本との対話政策の中で、また外交政策の中で見られる特徴としてはいくつかあるかと思います。まず二国間から多国間への変化です。そして周辺地域へのさまざまな圧力などがこの変わり、そしてまた分散をしているということです。またこのバランスを取るような政策傾向双方因为已经全部把増してきています。对于中日关系这种判断纳入到自己的这个外交战略框架中来，外交政策双方自己的外交政策的枠組みの中に常に入っています。那么可能双方在探索中日关系的时候，ということを模索しておりますが，这个稳定期，まずこの安定期に入る长时间的探索ということが必要ですが，その前に长い時間かかるでしょう。10年、15年かかるかと思います。その時間の模索が必要です。そしてそこから現在の中日関係を見ますと、政治経済セキュリティ民間から見ると特徴がいくつか見えてきます。政治関係から見ますと確かに摩擦はあります。対立もあります。したがって中日間の政治関係というのは簡単に言えば和して同ぜずということです。また安全セキュリティから見れば確かにこの対立もあります。そして摩擦もあります。簡単に言えば戦うが破局はしないということです。ここから見ますと中日双方は共にお互いにお互い の, この互恵関係を求め続けています。そしてこのような情勢が続いていると見られます。民間の交流から見ますと、民間交流的
民間の交流の数、それから分野というのは広がってきています。しかしお互いの認知度はなかなか上がっていかないということ、量は増えています。しかしお互いのこの認識、それから質、また共通の認識、お互いの認識というのは停滞した状態にあります。したがって現在の中日関係というのはまた新たな、もちろんニューノーマルにある、これもニューノーマルです。この状態も長く続くと思います。今中日関係の中で自分たちの考え方をどう打ち出していくかということが問題になりますが、日中関係を作る中で、まずですね、あまり希望を持ちすぎないということ、そして目標のハードルを下げるということ、まず基礎から作っていこうということです。そして、非常にこの冷静な、また平和に基づいたバランスの取れた考え方から関係を発展させるということで続けていれば、中日関係は安定に向かうのではないかと考えています。したがって私の建設的な意見としては、まず中日関係に客観的に構造的な矛盾があります。こういった中で双方の国民は理性を保ち、そして冷静な態度を持つべきです。もう一つは双方の利益の基礎のもとで徐々に共通の認識を広げ、そして協力の形、そしてルートを広げていくということです。これによりまして、構造的な矛盾が中国に与える、中日関係に与える影響を最小化することができます。またこの双方の関係の中でのどれが主要な関係なのか、どれが二次的な関係なのかということをしっかりと分析をする、その上で外交政策を立てるということが必要です。中日両国というのは双方の関係の中で何が主要で何が二次的なのかということ、これはいつもこの論点が論議されています。そして主流というのはやはり友好関係ではないかと考えています。私たちはやはり友好関係の発展に尽力する、この点は変わりません。これが中日関係の今後の基礎でもあります。そして人為的に相互の間のトラブルを増すということはいたしません。第3番目、これはもちろん国の中、国と国では成長そして競争というのは避けられません。そして競争の中で、この危害が加わっていくということは避けたいです。やはりプラスの競争を行いたい、そして協力できる面はたくさんあると思います。協力を模索するということは、例えば対外的な経済協力、それから第三者との協力、またこの共同で第三者に投資をするということ、こういったことがプラスになります。お互いの利益にもなります。第4番目、この二国関係の中で、この人為的に二次的なネガティブな要素を増していかないということです。先ほども申し上げましたけれども、まず一義的なもの、二義的なものというのが混在してしまうことがあります。そしてこの中には人的な要素というのが非常に大きな役割を果たします。したがって私たちは協力を謳っていきますが、人為的にこの二次的なネガティブな要素を拡大してほしくないということです。これが、例を挙げなくても皆さんご存知かと思います。このような考え方から、私は中国側としては常に中日関係の発展に尽力しています。この立場が変わることはありません。そして中国側の考え方としては、中日関係を発展させることは両国の国益に合い、そして人々の利益にも合うと考えています。中日邦交正常化45年、中日国交正常化45周年か来年に控えています。そして2018年は平和友好条約締結の40周年となります。こういった節目の年に中日関係が正常な関係に戻るべきだと考えております。以上です。ありがとうございます。
大先生ありがとうございました。谢谢王老师的欢迎。接下面呢，質疑の方我们进行まずちょっと司会の方からちょっと質問させていただきます。首先，请允许我主持人提一个问题。请教金教授，现在の大統領選についてどのように美国的总统选举，您是如何评判美国的总统选举？我很想听到金老师个人的看法。那么美国的总统选举会对中国的关系等等的带来哪些影响？也请听您对总统选举对未来的影响的一个评判，谢谢。啊，谢谢板东先生。はい、板東先生、質問いただきありがとうございます。今年の美国選挙、今年のアメリカの大統領選挙ですが。非常に意外な要素が多くございました。中国の学者が年初の時はトランプにはチャンスがないだろうと見ていたんです。しかし結局は共和党の指名を獲得できたわけで、ですから中国の学者は予測を間違えたわけです。ですからその間違いで私たちもすっかり怯えてしまいまして、このシャドウに怯えてしまって、あまりこの先予測したくなくなりました。ただ一般的に予測しますと、クリントンさん、ヒラリーさん、ヒラリー女子がよほどの意外がなければ称賛する可能性がより大きいと思います。そして今までに比べますと、大統領選挙のキャンペーンの中でアメリカの国内の問題が非常に顕在化しました。 US Today という評価は最もダーティーなキャンペーン、大統領選挙のキャンペーン、20世紀に入ってから最もネガティブ、非常に攻撃し合うようなネガティブなキャンペーンになって、アメリカの民主主義の質を落としていると、品位を落としていると評価しています。例えば仮ですけれども、クリントンさんが勝ちました、トランプさんが負けましたと仮定しましょう。それでもこのような民族主義、ポピュリズムはやはり無視できないと思います。この意図、アメリカのエリート層とアメリカのいわゆる一般の人たちの間のギャップ、この差が非常に広がります。ですから仮にクリントンさんが勝ったとしても、将来彼女はやはり取り組んでいかなくてはならないと思います。また今年のアメリカの政治、欧州の政治は問題がありました。欧州の多党政権、いろんな多政党政権が問題を抱えました。前提が一つがあるんです。非常に強いメインストリーム、主流社会が非常にしっかりしていなければならない、これが前提で、そうすると多政党のこの民主主義政治が非常にうまくいきます。しかしこの主流社会に問題がありますと前提が崩れます。ですからアメリカなどが今新しい問題に出くわしているかと思います。もちろん日本は少しいいと思うんですね。そのような前提などが崩れています。おそらく日本には素晴らしい文化があるためだと思います。また中米関係の影響ですけれども、 I don't know ですね、よく分かりません。現時点では中国政府はとにかく非常に気を使っています。厳格に中立を守っています。何も論評しません。もちろんネットユーザーはいろんな論評しています。とても面白いと、可愛くないでしょうかというような論評すらあります。中国はやはり非常に自信を持つようになりました。これは最近 の、 あの中国のイメージなんですけれども、誰がアメリカの大統領になろうとしても中米関係への影響というのはやはり限定的であって、大きな波風はないというふうに見る人が多いです。ただ具体ディテールを見ますとそうではありません。ヒラリーさんが大統領になりますと、
アメリカ全体の外交政策はオバマ大統領のリバランス政策、アジア太平洋の再均衡政策というのを継承していく、連結性、連続性、連関性を守っていくと予測しますので、そうすると中国にとってはプレッシャーが大きいと思います。なおかつオバマさんに比べますとクリントン女子の方がはるかに行動力があります。オバマさんは非常に弁舌が立ちますけれども、しかし行動力は、まあ、劣っていますので、この点クリントンさんは非常に優れた行動力を持っています。とはいっても中国は恐れることはないと思います。今中国は経済力を非常に持っています。 IMF と世界銀行の言い方ですと、中国の実質 GDP、 この、購買力平価で言いますと PPP、この購買力平価 PPP で計算しますと、2015年年末すでに実体の経済力がアメリカ購買力平価で見ますとアメリカを超えているんです。ですから中国の進歩発展は非常に急激です。目覚ましいです。ですから仮にクリントンさんが大統領になっても、私たちはやはり中米関係をうまく操縦していく、ハンドルしていく自信があります。で、一方でトランプさんがもしなったとしたら、おそらく日本にとってよりトラブルが大きいと思います。彼は間違いなく喧嘩を売るでしょう。まず同盟国たちと喧嘩をします。もうこれ以上お金を出したくないと言ってきます。例えばサウジ、ドイツなどの同盟国に対してもっともっと負担をしなくてはならないと求めてきます。これが同盟国との喧嘩ですけど、また周辺とも争っていきます。すでに選挙キャンペーンの中で移民をもうこれ以上受け入れない、メキシコとの国境で万里の長城を作るとすでに約束をしています。3番目の喧嘩の相手は貿易の相手国とします。日本とは2回喧嘩をすると予測します。同盟国としての喧嘩、そして貿易相手国としての日本と2回喧嘩をします。中国とは幸い1回の喧嘩に済むかなと思います。ですがトランプさんがなった場合は日本にとっては非常に厄介だと思うわけで、中国は大きな影響はありません。それではグ先生にちょっとお尋ねしたいんですけども、中国と朝鮮の関係、北朝鮮の関係なんですけれども、まあ、最近アメリカがですね、山東にある企業の女性の経営者と制裁の対象にしたり、一致しているという実態があって、まあ、中国は一部反発してますけども、一方で総裁に決定しているということがあると思います。先生も吉林省にいらっしゃったということがあって、非常に中朝というのは民間の交流とかですね、かなり深い経済的な関係もあってですね、中央の方針と必ずしも地方那就是中央的方针和这个就地方的这个实际情况，也许是这个不太一致。我也有点这个质疑哈，就是不是这个就吉林那边听这个中央的话？那么这回中国当中是有的呢，就是这个是不听这个制裁，然后呢跟这个就北朝鲜这个还是继续交易，然后有些这个企业是这个获得利益的。您对这个这些现实怎么看呢？我没有想到您问这么具体的问题。このような具体的な質問されるとは思いませんでしたけれども、您刚才说的应该是那个马晓红做这个马晓红さんという社長の中国の本社社という会社ですね。最近この処分をされました。我想这个呢，そしてこの問題ですが、首先是一个，まずは中国中国一个。内政上或者说是中国的这个企业经营上的这个一个问题，它反映的是中国的社会里头，或者说它在这个经济发展的过程中，在改革开放的过程中遇到的改革开放的中で起きた問題です。那么，但是它因为发生在丹东，而且这个公司它确实直接和朝鲜做交易，大家又是很敏感的。大家又是很敏感的。この取引をしていたということでセンシティブな問題となりました。またもう一つ非常にダイレクト
系起来。所以我想北朝鲜と連携をされてしまった結びつけられたということです。この問題を語る前にまずこの問題としては中国の内部の問題であるということを忘れてはなりません。また、しかし確かに北朝鮮の中朝の貿易の貿易には影響が出てきています。しかし、非常に明確に申し上げたいのはこの会社と中国の中央政府との意図というのは全く関連がありません。そして中国の対朝政策に関しても全く関連がありません。これは混同することはできない事態です。そして中国はこの状況を知ってから迅速にはっきりとした措置を取りました。処分を行っています。これは態度としてはこの北朝鮮のこのセンシティブな問題に関しては結びつきやすいということで非常に早くスピーディーな処分を行い厳しい処分を行いました。また先ほどおっしゃった中国の民間の交流というのは非常に多いです。地方政府と中央政府との間での政策と行動が一致しているのかどうか、この問題に関しては間違いなく中国政府の政策というのははっきりしておりますし、各地方政府というのも必ずこういった政策を実施しているというのは現実です。また75決議というのが出てきましたが、中国政府の対外的にも厳格的に決議を実施し270ですね。それから国連に関しても中国はどのようにこの決議を実施しているかということに関してもしっかりとオブザーブしております。ですから実際に履行しているということは間違いありません。それから間違いありませんし、また多くのところは吉林省の関連する部門、それから関連するこのチェックポイント、港交易点などに関してはしっかりとチェックをしています。したがって大きな方向性としては各国とも安心していただきたいと思います。しかし警告は警鐘が鳴らされていると思います。中国国内の問題ではあるものの、こういったネガティブな影響が出てきているということです。これについてはやはり積極的なやはり態度を示していかなくてはいけない。そしてこれが一つの態度としても表れていると思います。それから民間の北朝鮮との連携交流ですが、事実として認めなくてはいけないのは、中国と北朝鮮の間では1300キロメートル、1700キロメートルの国境線があります。両国の民間の往来というのは非常に自然に起こっているものであり、そして中国が国連の決議を実施する中で、ここでどういうことが起きるかというと、国連の決議というのは非常に明確に、おそらく北朝鮮の核の開発計画をまず抑制していかなければならないという目的があります。もう一つは270決議というのは最も厳しい決議となりました。歴史上最も厳しいものです。そしてこれは民間人の生活に関しても考えなくてはいけないということです。これは中国の国境地帯の人々との接触は避けられないということです。そしてこれは理にかなった交流であるということです。こういった正常な接触であるならば、北朝鮮の安定を保つ上でメリットがあると言えます。そして最終的には私たちは話し合い対話によって北朝鮮の核問題を解決してもらいたいという願い原則に反するものではありません。以上です。
ありがとうございました。じゃあ、大瀬先生、最後は一つ、谢谢。那么我要问一下王教授一个日中关系的问题。您呼吁大家不要过多的采取消极的负面的行为啊。那么，但是呢，这个在尖阁岛有很多的渔船，这个夏天有很多的渔船来，这有公船、执法船也非常的多，非常的热闹。那么，使得日本很多人认为，是中国政府有什么的目的意图？等等不得不这么去联想、就是说有一个契机就会发生这样的比较大的一种反应，关于这种状态您有什么样的见解？谢谢坂东先生。はい、坂東先生ありがとうございます。我想是这样，就是こういうことだと思うわけです。中国の漁船と法の施行船、公船ですけれども、徴用島海域で行われているような漁船の、まあ、漁業の操業、あるいは法の施行活動というのは、これは自分の領有権の海で行うわけですから、わけですので、そして受けるものではありません。批判を受けるものではありません。自分の領海あるいは周辺水域で活動するというのは合理的なものです。もちろん一部摩擦を起こしたりすることも想定されます。ですから私が思うには中国政府としては日本と共同で努力していこうと提案しています。例えば海と空の危機管理メカニズムの対話です。協議です。昨年はマカオで、今年は先月9月広島で当局間の海空連絡メカニズムの交渉が行いました。いずれもですね、双方の政府が危機の拡大の防止あるいは緊張のエスカレーションを防ぐための努力です。ですがこの点を実はもう少しプラス的にポジティブ的に評価する必要があります。この海を平和の海、安定の海にしていこうということです。以上です。受けしますので、手を挙げて私の方からさせていただきます。そばのマイクを使って、その人の名前をおっしゃってから質問してください。なるべく一つどなたか先生を示して一つの質問をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。工作单位要这个向哪一位问问题。好，后面的那一位有请。好，有请。日本经济新闻的センス、あ、すみません、マイクが入っていないようなのですが、日本経済新聞の我是日本经济新闻的我是信正司。非常感谢三位老师的非常精彩的报告，而且是非常通俗易懂的，我学到了很多东西。我想向金老师提一下问题。我本人呢是对这个中国的这个外交和外交这个姿势，跟这个中国的内政内部政治是这个就紧密的联系在一起的。几天前在这个中国的长安街的这个国防部的前面哈，这个台大楼之前呢，可能是这个已经退役的这个就军人呢，好像是这个就进行了一些这个示威活动嘛。我们听到这样的这个消息，那这个作为这个背景，这样的行动的这个背景有什么样的这个就动机呢？还有为什么这些这个活动呢成为可能呢？就是我们这个不太清楚。那么因为是这个，我刚才说这个内政和这个外交政策是这个就紧密的联系在一起的。那人民解放军当中有这个军委的这个主席习近平主席有吧？那现在的这个南海行动，他们这个就解放军里边有没有这个不满的这个就情绪？那换句话说哈，那就是有的呢，看就是这个就军队方面。面对这个就中央政府这个不满意了，就是表这样这个示威了。那就是这个现在这个解放军对这样的这个现在中国外交或者这个内政是怎么评价的呢？是这样，我是研究中美关系的，对美国内政的关心的。
或者了解啊，比对中国国内政策的了解要多一些。アメリカの内部の方に、おそらく中国の内政よりも詳しいとも言えます。そして私も中国の内政に関しては素人と言ってもいいかと思いますが、軍人会のビルの前で、この軍人の集会があったということですが、私もよく分かりません。どういうことだったのか。そして、中国で、は今ですね、改革が進化している時期であります。もちろんトラブルも多いです。軍隊の改革は今年から全面的に行われております。まず30万人の削減が行われました。習近平主席がそう宣言されました。そして非常にこれはつらい選択です。もう一つは14万の幹部の職務ポジションがなくなるということです。これも利益の大きな衝突となります。これも非常に痛みを伴う改革でありまして、そうすると跳ね返りがあります。例えばフランスで労働法を少し修正しただけで、改正しただけでパリで大きなこの反発がありました。したがって改革が進化する中で人々の利益に関わり、そしてそこで反発があるということは必然だと思います。そしてこういった人々が出てくるということがあり、そして事件が起きるということは必然だと思います。もう一つですが、例えば SNS ソーシャルメディアなどで見ますと、地方でこの退役軍人の待遇ですね、この国の政策によってもちろんこの地方での待遇に関しての業務がうまく行われていない、きちんと行われていないということでトラブルが起きたということもあります。产生的原因，これがこういったことの原因かと思います。改革の中で人々の利益と合致しない点が出てきているということ、また仕事の中で何かこう抜けている点があるということが出てきていると思います。これはよくあることだったと思います。中国は人口の多い国です。そして例えば食品の消費だ。と見ますと、13人のこの人口プラス台湾、香港を出すと15億人ということで超大国になります。 EU は5億ですよね。そしてロシアと同盟で2億、ロシアとそれから全て EU と足しても7億ということになります。ですから中国はこの超大国であります。大国というのはふさわしくありません。超大国、超大型の国であり人口が多いということ、そしてトラブルも多い、また発展の不均衡もあるということ、また今改革が進んでいる中であるということで、いろいろトラブルは出てくるということです。これは不自然ではないことだと思っています。OK、这是我的回答。谢谢。以上が回答ですが、よろしいでしょうか。はい、じゃあ次。好、下一个、那一位。はい、请使用您附近、您附近的话筒、走到您附近的话筒。あ、すいません。朝日新聞の石田と言います。我是朝日新聞、我叫石田。具先生と、我向于老师、あとは王先生和王老师、一つずつ伺いたいんですが、请你们回答。首先，于老师，朝鲜问题について、有关朝鲜问题。2014年、15年のあたりに、2014年左右、朝鲜の核実験をした後、朝鲜、中国は朝鲜に対して金融制裁を発し、国連の金融制裁に同意したりですね、かなり強硬的な対応をしてたように、外からは見えました。这个表现是比较坚决，是比较强硬强势的，对北朝鲜，北朝鲜的这个对应。当时呢，好像两国呢高层往来也冻结，也没有了。从外面看，好像当时的中朝两个关系呢，属于不太好的一个时期。那么后来呢，我们因此呢，外界就会觉得，以后又有了北朝鲜的动员，就会觉得是不是中国的压力
有点放宽放松。刚才于老师在演讲当中说中国的原则没有变，但是另一方我觉得每个时期形势会有变化那是正常的。那么我想问的就是中国对朝的政策是不是随着形势的变化有调整，那么为什么有调整，这个道理什么，能不能再讲，这是针对于老师的。那么王老师的问题，大家知道安倍总理今年非常积极的要推动日俄的关系，北方四岛的这个问题的解决，他非常的积极。那么这也是一种外部的分析或者是国外的分析啊。中国在对华关系方面也是他的一个非常大，这也对日俄关系的一个推动，也是针对对华关系的一个战略的一部分。那么对安倍这种对俄罗斯的重视积极的纵向强化，您是怎么看待，从中国来看这个问题应该怎么对待。以上就是我对于老师跟王老师的问题，有请。谢谢您的这个问题。はい、ご質問いただきありがとうございます。確かに讲到了就是说的先ほども研究をなさいました中国の対朝政策というものは果たして変化、どのような変化があるか、あるいは果たして調整があったかということですけれども、確かに数年前は非常に強い態度だったんですが、今は、まあ、一部の分析によると多少対北朝鮮への緩和、緩みが出てくるのではないかということですが、こうした動きというのは私は外部の人たちの中国の対北朝鮮政策の解釈だと思うわけです。解釈というものも実は情勢の変化とともに変わりますし、また本人自身の願い願望の影響も多少受けます。またこれが正確かどうかは今後の時代を見なければなりません。それが正しいと検証されるとまたこれからも変わります。確かに3回目の北朝鮮の核実験が行われてから外部の人たちは一致して普遍的に中国の政策、中国が強硬的になってきた、中国は北朝鮮に厳しくなってきたということは事実だと思います。非常に理にかなっている部分があります。このような分析見方は当時中国は北朝鮮が連続して実験を行った、北朝鮮が次々と核実験を行った非常に危険な情勢であると判断しました。ですから話し合い協議の呼びかけとともに北朝鮮に対する圧力、あるいはやや強いこのような力のプレッシャーを強めに調整する必要があると考え、あるいは韓国アメリカとの政策調整をもう少し行っていこうと中国は思いました。そうすると外部から見てミスジャッジをしました。あたかも中国の対北朝鮮政策が変化してきたというように見たわけです。私がさっきも申しましたけれども、中国の対北朝鮮政策は変わりません。ただ情勢の変化とともに多少の調整は行います。ですからこのようなミスジャッジ、間違った判断があったので非常に消極的な効果が出てきました。それが何かというと中国の政策に変化が生じたので、これを踏まえてこれを基礎にして中国の政策がこれからアメリカのもの、韓国の政策と一致していくというふうにある一時期こういう観測もなれました。つまり中国がそれまでの緩和、話し合いの協調から圧力
の政策重点に変わっていく、あるいは最も強い一手を繰り出すのではないかという観測がありました。つまり外部の考え方では実質中国が北朝鮮の命運を握っていると、経済の命運を握っているという見方があったわけですから、実はこれはミスジャッジでした。このミスジャッジがあったがゆえに、この2年間の情勢がさらに悪くなりました。この悪化の要素の一つを成したわけです。というのも、北朝鮮は絶えずこの核開発を推進してきています。アメリカの方ではおそらく日本韓国も含めているんですけれども、北朝鮮の問題、核開発の問題の解決は中国に任せるべき、中国にはその能力があるというふうに思っている節があるかもしれません。ですからアメリカは戦略的な忍耐力という戦略をずっと取ってきました。こうした考え方の下でアメリカは忍耐を選択しました。で、韓国は一方で圧力の拡大、そして対話の拒否という態度を取りました。ここ数年このような対話が全く再開されない状況が続きました。実はこのような状態だからこそ北朝鮮はチャンスを得ました、得たわけです。こうした情勢の中で北朝鮮はちゃっかりまた核開発を進めたわけです。こうした状態によってさらに北朝鮮問題の解決の難度を引き上げました。またある問題を招いているんです。今まで協力してきた数カ国の間は一層ですね、意見の相違が広くなったわけです。拡大したわけです。韓国、アメリカは中国が彼らが期待しているような圧力をかけないのであれば、アメリカと韓国には中国に圧力をかける必要があると感じました。サードの韓国での配置の決定の背景の一つに、これこうしたリスポンスがあったと思います。そして私の冒頭の発言に戻りたいんですけれども、こうした中で中国は2つの2ハンドの準備をしなければなりません。一方で非核化の目標の堅持、北朝鮮に対する圧力を保持する、また対話の推進をし続ける、これが一方です。片方でと同時に、アメリカは北朝鮮問題を口実に使う、北朝鮮問題を利用する、そして本当に北朝鮮の解決問題の解決を図らないどころか、より多くのトラブルをもたらして、そして中国が非常に大きなプレッシャーを感じてしまうような状況になってしまう。そうすると中国は何をすべきかとなると、やはり断固として北朝鮮の核の保有に反対するという政策を取らなければなりません。また一方でアメリカに対して、このようなあまり良くない動きがこの地域にマイナスな影響を効果をもたらしているので、その点をアメリカに言わなければなりません。以上が中国が北朝鮮政策においての注意すべき調整かと言えるものだと思います。お答えになるかどうか、ありがとうございました。ご質問ありがとうございます。私は日露関係の専門家ではありませんので、ディスカッションという形でお話ししたいと思います。日本と中国は中国にとっても周辺国として重要な国です。そしてお互いの意見の違いを協議で乗り越えてもらいたいというふうに思っております。これは平和で良い国際環境を作るということで中国も望んでいることです。メディアで12月の中旬にプーチン大統領が訪日をするという計画を見ました。そして私個人的には、いわゆるやはり見方分析ですが、この日本の対中政策の一部ではないかと言われていますが、これは憶測、その推測です。ですから多くの状況としては、
協議によってお互いのトラブルを解決するということは、中日であっても中ロであっても、そして日韓であっても、領土の問題がある場合には、問題解決の際に基本的な方式として期待されることです。ですから、各国の間でお互いにトラブルをなくしていく、そして対話の形でこういったトラブルを解決していくということが必要です。中国としては中日間の問題解決に関してもこの態度を取っています。したがって日露関係のトラブル解決のために行われている努力というのは私たちは非常にウェルカムな態度で見たいと思います。好、下一位、有問題吗？どうもありがとうございます。私は非常感謝竹内と申します。朝日新聞社の OB で、我是这个原来在朝日新闻社工作的，我是一位记者。尤其是这个我研究这个开发的问题，还有这个开发合作方面的问题。金先生に我想请教一下金老师。今天好像这个没有提到过的这个主题吧？而是这个就AIIB， 这是亚投行的问题。我是非常关注这个亚投行的问题，基本上日本是还没有加入的，但是日本也是这个非常希望这个协助，我们也这个就我觉得这个日本也应该这个对他这个协助合作的，但是对此呢，对日本来讲是这个需要这个一些这个确凿的这个信息，所以呢，我想这个请教一下这些问题，在日本呢，对这个就亚投行有一些这个怀疑的态度，因为是这个。亚投行是在这个习近平主席的这个政权上出现，尤其是这个我们在领土问题有争端的这个情况下，就双边关系这个就搞得不太好。那么多边的外交政策当中哈，就是中国也推行了这个外交政策，多边的外交政策，其中一个是亚投行，所以呢，就是两双边的这个就合作可能是这个。就做的不理想，那这样的话，在亚洲哈开拓这个多边的这个更广阔的这个外交，其象征性的这个项目是这个亚投行，这是我的一点。然后呢，在中国国内哈，就是钢铁、水泥，有很多这个库存。那这些国内经济的问题。うまく使っていく、あるいは吐き出していく、そういったメカニズムとして非常にこの、AIIB というものを使っているのではないかというような疑問がございます。基本的にその AIIB というものが中国のつまり画電飲水的なですね、自分の田んぼに水を引くような、まあそういう批判が日本としてはまだ強くあるわけですが、そういった批判に対して金先生、那对这种这个就日本人的这个看法呢，金老师有什么样的看法，有什么样的这个解读呢？啊，谢谢竹内先生。はい、竹内さんもありがとうございます。まず、言葉を乱なくてはなりません。私は経済学者ではありません。私は政治戦略の角度から中米関係を研究しています。もともとですね、李光輝さんという経済学者が同行する計画ではありましたけれども、日程上の都合上で来ることができませんでしたので、私はじゃあ、ではこれからある限りの知識でお答えしたいと思います。まず、マクロの観点から申し上げます。中国はやはり大きく発展してきました。ここまで発展してきたならば、やはり私たちのボイス、発言権を引き上げていきたい、高めていきたいと当然思うわけです。この発言権の引き上げには、高めるにはいくつかの方法があります。まず既存の国際組織機関の中で、例えば国際通貨基金、世界銀行の中で、今すでに副理事、副専務理事が中国人になっています。もう一つの方法は、既存の国際システムの中で高めていく上海協力機構があります。アジア信頼醸成措置機関という枠組みもございます。これはアジアの安全セキュリティを話し合うプラットフォームです。また今ブリックスの銀行があります。今後ですね、間違いなくあるのは SCA
中央上海協力機構の銀行があります。今最も脚光を浴びているのが AIIB アジアインフラ投資銀行です。9月の初めカナダも加入を申し入れました。セルビアも入りました。そしてキングリス軍総裁によると AIIB の加盟国メンバーは90国になるということです。そして世界5大陸に行き渡っています。北米も多く入っています。そしてこのような発展の勢いを保っています。そして一方はこのプロジェクトですけれども、投資融資のプロジェクトですけれども、2つ実行しているキルギスの水力発電所が1つです。ですから AIB は順調に滑り出したと思います。未来も明るいものと思います。ですから中国はもろ手を挙げて日本の参加を歓迎しています。私個人的に思うのは AIB は経済上の合理性があります。人口が多いアジア、資源も豊富、みんな発展を遂げていきたいという強い願望を持っています。また、豊かに富めるためには道路を作るというようにインフラの整備が重要です。しかし今までのインフラへの投資の、金融は非常に限りがありました。 AIB は政策銀行、インフラ投資を専門としたとしている政策銀行として非常に経済上の合理性があります。だからこそイギリスをはじめ多くの先進国がありました。イギリスは近代金融業の元祖です。そしてこのイギリスが AIB に前途がある、将来があると認定したわけです。私はやはりイギリスの加盟というのは日本にとって参考になるのではないかと思います。当時ですね、イギリスが入った時はすでに50カ国が加盟を表明したんです。すでに日本は遅れた感が否めませんでした。中国は今経済を発展している真っただ中ですが、この過剰な生産能力オーバーサプライ、この生産過剰の解消、ディープ生産過剰の問題が課題になっています。これはもちろん解決しなくてはなりません。言うに及ばない課題だと思います。そして先ほどご質問にあったこのご指摘というのは、私は自然な成り行きだと思います。私たちには豊富な生産能力がありますし、それを必要とするアジアの国々がございます。私たちは持っているこうした資源をアジアの国に持っていくことを非常に喜んで、やりたいと思っています。アジアの国には若い労働力もありますし、資源もありますし、そしてそういった技術が導入されると非常にいいことが起こります。ウィンウィンの関係になります。中国は自身の角度から生産過剰生産能力の解消が当然ありますし、またアジアの国から見てこれが非常に必要だということですから、私はこれは批判するものではないと思います。実は歴史の中で日本も同じように行ってきました。日本がかつてやってよかったとすれば、中国は今やってはいけないとなるとダブルスタンダードになります。また中国がいくつかの国際組織を作りました、機関を作りました、 AIB などですけれども、これは厳しく国際の基準に沿ってオペレーションを行っています。金立軍も総裁も強調しました。 AIB は非常にディスクロージャーしていて、世界銀行と同じような開示の原則を守っています。また職員も非常に国際化が進んで多彩な人たちです。また中国の国際社会における位置づけというのは、先ほど申し上げましたけれども、革命者ではありません。私たちは改良者です。改良者たる人になりたいです。私たちは現行の国際システムを変えたくありませんし、覆そうとしていません。私たちは悲劇しているわけです。もちろん今の国際システムにはいくつかの不足が
があります、不備があります、それを直してみたいと思います。2008年、米国においては大きな金融危機が勃発し、世界を巻き込んでしまいました。世界、日本含めて被害者になりました。問題がある以上やはり直していく、これは人情ですし、そして中国もこの改良改善に参加していく、これは私たちの義務だと認識しておりますし、またそうする権利もあると思います。そしてくれぐれも中国は革命者ではありません、改良者です。また中国のこのような国際機関の操作というのは国際機関基準に沿っています。また今の国際機関とは補完的な関係にあります。ブリックス銀行ですが、看板を掲げてから、ここまでに4つのプロジェクトを立ち上げました。いずれもアジア開発銀行あるいは世界銀行、復興銀行と非常に良い協力をしています。私は非常に AIB の将来を、楽観視しています。ですからすでに150カ国入っています。ぜひ日本に入ってほしいと思います。日本が151番目に入ると本当は不利です。はい、ぜひ入ってほしいと思います。下一位、有什么问题没有？有请。元毎日新聞の辻と申します。我原来是在每日新闻工作的，我姓石。また金先生、我想又请教一下金老师，不好意思。7月の杭州の会議で、在这个杭州的这个会议上哈，就是谈了很多这个问题，那也谈了这个海峡两岸的问题。海峡问题が海峡问题、两岸的问题，现在这个又紧张起来了。然后呢，明年也这个还是这个继续这个就值得担忧的这个问题了。对这个问题，现阶段。お考えを伺いたい。能不能这个再阐述一下，详细的阐述一下对这个海峡两岸方面的这个看法、问题的看法，还有在一个在这个叫杭州的会议吧。今日の会議でもまた先生の専門でもないかもしれないですが、可能是这个就不是今天的主题，也又不是这个金老师的这个就专业，就是soft resistance 哈，就是这个软抵抗的问题，指出了这个问题，好像是这个国内政策变得这个空虚啊，就是这个就做了这样严厉的这个发言。那这个实际情况如何呢？还有这个就将来的发展方向如何呢？就能不能这个谈一下您的看法？谢谢石先生啊。石先生ありがとうございます。就是杭州 G20 是九月份，不是七月份啊。G20 ですね。九月の会議でした。我印象里面 G20 好像没有谈到台海两岸关系。その中では、この両岸関係に関しては話は出ていなかったかと思いますが、G20 とはあまり関係はありません。但是呢，是这样，就是今年呢，台湾问题比以前要突出。台湾问题は以前よりも突出してきました。今年はそうです。これは1月16日、明らかです。台湾で選挙がありました。選挙の結果。就反对台独的。台湾独立に反対していた国民党が政治上惨敗しました。そして行政権を失っただけではなくて、立法権の中でも立法院の3分の2をいたわけですが、3分の1にも足りなくなりました。六大都市では5都市を失いました。そして新北市が残すだけです。惨敗でした。そしてその結果、現在党内は分裂しています。そして党内ではゴトンギなどですね、重要な人物はもう全部出てこなくなりました。そして今、杭州中市がこのリーダーとなっています。国民党の政治の前途は良くはないと思っています。そして今ですね、非常に孤立した、そして非常にまたバブル化した存在となっています。そしてまた新しい新党がたくさん出てきています。しかしそれもまた主流ではなくなってきています。国民党のこれからのビジョンは良くないです。主流ではないということです。台湾
湾の党内ですが、この台湾独立を制止する力がなくなってしまったということで、非常に危険だと思います。独立を目指していく、そして公開でこういった態度を取る必要があります。そうなると中国共産党中央のボトムラインをレッドラインを超えてしまうわけです。中国としては台湾問題は平和に解決したいと思っています。両岸とも中国人です。ですから中国人同士で戦争はしたくありませんし、また衝突もしたくありません。ですから中国大陸はいかなる人々よりも平和解決を望んでいます。そして外交政策は平和解決です。変わっていません。私もそう思っています。しかし客観的な政治体制が非常にネガティブな方向に動いています。台湾の中では独立のこの機運が高まってきています。また中国大陸では特に北京の民意も以前より強硬になってきています。例えばネットが出てきたということで、多くの人々の民意が反映されてきています。私は政治学を研究していましたが、比較政治学をやっていましたが、中国大陸は過去30年、あるいはまあ40年ぐらいですが、最も重要な政治的な変化というのは、斬新な国と社会の関係です。もともとはですね、国が強い、社会が弱いという関係でしたけれども、今社会も強くなりました。政府はもちろん強いままです。中国大陸では多元化をしています。そして活力にあふれ、そして意見が多元化した社会です。そしてもちろんナショナリズムが強くなってきており、そして台湾独立は許せないという機運が高まってきています。結論としては、中央政府の意向としては平和統一です。そして私たちも学者も平和統一を支持しています。しかし両岸の客観的な情勢の変化というのは楽観できません。台湾は独立を望む、そして大陸の民意としては強硬化しているということです。最終的にはどのように歴史が変わるかは分かりません。今日は分からないわけです。大陸としては最大限の努力をし、平和解決を支持していきます。しかしその後、やはり神様がどう言うか分かりません。私も答えは持ち合わせておりません。以上です。2番目ですね。2番目のご質問ですが、应该这么说吧，就是我前面讲到习主席自十八大以来开始执政，是吧？那么执政以来呢，政権を取っていらっしゃいます。我们的内外政策都有一些变化。そして、この政治的に変化も生じています。这个变化呢，当然导致一些国内的复杂形势，国内の複雑な行政が在情勢がまた複雑化するということになっています。改革開放から十八回大会まで三十年経っています。鄧小平の戦略はシンプルです。国内で開放し自由度を高めるということ、そしてまず先に問うものは問うということ、そして活力は増しました。しかし問題も出てきました。それは混乱も出ました。環境破壊、それから貧富の差、犯罪も増えました。こういった問題が出てきています。しかし成果はありましたが、問題も出てきたということです。これが内部の問題です。外部的にはアメリカに追随するということ、そしてこのお金持ちに追随してお金を儲けるという形になってきました。18回大会以来の中央政府はこの考え方を変えました。内部としては社会にルール作りを徹底しました。8つの規定、三原三実、学びと実践、こういった規定が出てきています。これはですね、エリート層に関しては非常に不愉快なものです。そこでソフトリジスタンスが出てきたわけです。そしてこれは
不作為ですよね、何もしない、働かないということです。ということで、経済発展、それから社会のガバナンスにもネガティブな影響が出てきます。しかし、この不作為というのは、中国の発展に影響しないと思います。もちろん経済発展は遅くなります。また経済発展の原動力も下がってきます。過去30年、経済がこの成功したのは両輪があったからです。市場、それから地方政府の2つがあったというこの秘訣があります。そして中国、アメリカ、ロシアという勢力があるわけですけれども、ロシアというのは経済の原動力が最も低い国です。ロシアは市場経済が操作できません。経済計画経済はやってきました。そして計画経済も解体しできなくなってしまいました。その後、今は資源を売っていけるしかありません。そしてアメリカはロシアのことを核兵器を持つサレンジと呼んでいます。アメリカは一つの車輪しかありません。市場経済です。そして中国は最もすごいと思います。もちろん市場経済をもちろん最初から操る能力を持っています。日本よりも能力は高いです。それから中国は計画もできます。ロシアは車輪がありません。完成で回っているだけです。そしてアメリカは市場という車輪しかありません。中国は両輪で回っています。そして政治の変化があり、そして今ですね、地方政府一つの車輪が少しエンジン停止したような感じでスローダウンしてきています。しかし今のところは非常に良い状態です。経済成長率は 6% 台ということです。そして IMF の予測では 6.7%、 そして今年は 10.85 兆ドルの成長上となっています。これはどのくらいかというと、トルコの GDP の分です。1年でトルコ1個分成長ということはすごく良いのではないでしょうか。アメリカは 1.4 ということで、アメリカは縮小を続けているような状況です。政治が変化すれば様々な利益の損なうという関係も出てきます。そこでソフトレジスタンスが出てきます。しかしこれが中国の発展の方向性を変えることはありません。従いまして、国内政治では様々な問題点、そして紆余曲折があります。いろいろ絡まっているところもあります。しかし今経済が下振れしていますが、あまり心配はなさらなくても大丈夫だと思います。日本の方のいろいろなミスジャッジがあります。企業がですね、中国市場を捨ててしまった、放棄したということもあります。07年ですね、間違った判断をした日本企業がありました。政府の指導、日本政府の指導のもとで、中国から撤退し、ベトナムインドに行ってしまいました。そしてその後インドでの企業が倒産した。そこでまたベトナムに行ったということもあります。そしてベトナムの方が経済はインドより良かったのですが、やはり失敗でした。しかしベトナムがやはり何が起こっているかというと、クラスターエフェクトがなかったということです。中国は何でも整っているシステムがあるということ。しかしベトナムでは全て整っているわけではないわけです。ということは何かが欠けていれば商売が一つ滞ってしまうということです。また中国では非常にスピーディーにアメリカにとって変わっているということ。そして中国は最も大きなエンドマーケットになっているということです。そしてエンドマーケットに近ければ近いほどこの市場を取る可能性が高くなります。遠いところで製造して、どうしてその市場が取れるのでしょうか。日本のその頃の投資ですね、ベトナム、インドに行った部分に関しては全て失敗しました。そしてもう一度同じ形を踏もうとしているのかというふうにも考えています。非常にこの長期的な見方に欠けた見方であったと考えています。以上です。ありがとうございます。最後に一つということで、最後一個問題、好、那一位谢谢三位老师的精彩。素晴らしい、3人の先生方に感謝したいと思います。私は産経新聞の原川と申します。人民大学に留学しました。金先生、王先生の授業に
出ました、受けました。今日東京で、この東京で2人の先生に再会でき、そして講演を聞くことができ、光栄に思います。しかしながらとても恐れります。金先生に質問をしたいです。私の質問は実は辻先生と同じものです。もともとですね、最初はですね、最初に聞こうとした質問は、辻先生がおっしゃっていました 7月広州で人口会議センターで、あ、主席が講演を行いました。7月です。しかし金先生は7月ではない9月と否定なさいまして、 G20 には台湾問題が出てこなかったというふうにさっき伺いましたので、今確認をしたいと思うんです。最近ネットでは広く流布しているんですけれども、金先生は金先生が7月広州の会議選定センターで周先生の7月の会議の原稿には、金先生の多くの意見入っています。例えば日本に対して非常に厳しい研究の仕方をしていました。例えば南シナ海問題については、中米に2018年に衝突をもたらす、台湾問題に関しては今後4つのフェーズ、会談、段階がありまして、最後の段階が流血を招く軍事衝突、主に台湾側の流血の程度が大きいなどといった言い方がありまして、でこれがネットで広く伝わっています、転送されています。このようなネット上の情報が本当かどうかを確認したいんです。仮に金先生が本当にそのような書き方を、なさっていたとしたら、金先生の中国の対台湾政策あるいはスケジュールを教えてください。次先生の質問、私間違って理解したんですね。 G20 のことではなくて、私の広州でのスピーチのことを、おっしゃってたんです。確かに7月は、広州、広い広州で中山大学2日間の日程で、ある研修コースが行われました。企業ビジネス管理哲学コースというものがありまして、私が招きを受けて中米戦略文化の比較というテーマでスピーチをしました。それは事実です。まず第一、ただ私の内容は主に中米の文化の差異について話しました。アメリカとは違い、中国は農耕文化だというふうに強調していたように覚えています。また南シナ海問題あるいは台湾海峡問題については、先ほど産経の方はですね、大部分は合っていました。 8割については正確です。私が確かに話しました。ただそれはオフレコ当時私はオフレコで話したんです。しかしいくらオフレコというふうに歯止めをかけても、今ネットの時代ですからどこから流出されたか分かりませんけれども、確かに、伝わっているんですね。そして、こういうふうなルフの中でいろんなロジックも間違えていますし、引用も正確ではありませんでした。言い方、言い回しも間違えて引用されていました。まず確かに私は主催者の要請を受けて、南シナ海問題、台湾海峡問題について、話しました。2日間の日程ですから、一つの午前中を使ってこの問題について話しました。南シナ海あるいは台湾環境について、海峡については、私はあくまでも状況の、記述、の描写のようなことを話しました、のような内容でした。
私ははっきりと個人として平和的な海峡問題の解決を主張すると、私も平和的な解決を非常に願っています。ただ一方で学者として冷静に状況を分析しなければなりませんので、その観点から今海峡の現状は極めて危険であると言いました。私のスピーチ原稿はですね、私の許可を得ずにネットで転送されてしまいました。またあるサイトでは私のスピーチの内容を分割してバラバラにして転送を引用しています。本来は10万6000字の内容でした。優に一冊の本に相当しますけれども、しかしあるサイトではそれをバラバラにして、またショッキングなセンセーションなタイトルをつけました。2018中米黄岩島で戦争、中国人は戦争の準備をすでに万全にした等々の言い方をされてしまいました。完全に間違いです。私はそのように言っていませんでした。南シナ海については2018年必ず紛争が起こる、衝突が起こると言っていません。私の言い方は2018年になると台湾海峡が危険領域に入った、危険領域に入るだろうというふうに言っています。ですから絶対的にこれは間違って解釈されたと思います。とはいえこうした問題については確かに私は言及しました。ただやはり区別をしてほしいんです。衝突の可能性をあくまで指摘したんですが、私は衝突をしなければならないと主張したわけではありません。あるアメリカ人が、文明の危機論、クライシスについて書いた本があります。冷戦後の主な矛盾のありかは文明間、文化間の衝突です。ただ作者はこう言っても、作者は決して衝突を起こすべきだと言っていません。ですからぜひ日本の皆さんに伝えたいと思います。日本はアメリカの友人ですので効果あると思います。南海問題で、南シナ海で問題トラブルが起こらないようにするためにはアメリカの自制が必要だと思います。実はこの50年ずっと中国は何らかのトラブルを南シナ海の周辺国のいろんな国と抱えてきました。周辺の小さな国、小国と中国の間にずっとトラブルがあったんですけれども、ずっと抑制してきました。これは抑制可能な範囲だったからです。しかし2015年以来アメリカが介入してきました。ですからこの南シナ海の問題は当事者同士というよりも中米間の矛盾に変わってしまいました。ですから穏やかに南シナ海の問題を処理しなくてはならないように思います。そのためには域外の国としてアメリカは自制と冷静、そして抑制した行動を保っていただきたいと思います。稲田防衛大臣はワシントンで、日本はアメリカと南シナ海で合同パトロールをすると表明しました。私はこれは極めて危険だと思います。日米合同部隊が南シナ海で合同パトロールをすればきっと中国が激しく反発してくると思います。その後で衝突が出てくるかもしれません。ですから南シナ海の問題の解決の大きな要素の一つは日本です。日本にかかっています。ですから誰かが軍事力を持って中国にですね、圧力、脅しをかけようとすると非常に悪い結果になってしまいます。また私の個人的な見積もりで言いますと、中国の勝算が極めて大きいと思うんです。皆さんきっと意外に思っていらっしゃるでしょう。アメリカは非常に強いということですから。そうではありません。実は中国の産業化、製造技術の
発展が進んでいます。ですから非常にいち早く良くなっています。アメリカのこの技術の優位性はたちまち消えていくかもしれません。ですから今の日本のさまざまな判断というのはくれぐれも慎重にしていただきたいと思います。ですから問題の解決の決め手は中国にあるわけではありません。アメリカと日本です。もちろん中国は問題の解決をせずに願っています。ただ中国の工業化が非常に成功しましたので、対抗立ち向かうという行動には何の恐れもありません。ですから改めて、日本とアメリカにかかっているということでございます。3人の先生方ですね、なかなか敏感な質問について率直に答えていただきました。3位老师对这个非常敏感的问题也非常坦率的这个回答了。我希望呢啊，这么好的这个机会越来越多就好。那么啊，这三位老师都写上了，就是金老师写这个就中日老师中日关系的这个就和平，他这个愿望的是这个就中日关系越来越好，而且都谈到了是这个中日两国的关系。那最后呢，我们这个就记者俱乐部送下小小的纪念品，非常感谢这今天三位的演讲和精彩的这个就交流。热烈的掌声来感谢一下三位老师的精彩的今天的交流。